はいどうも、ナオチンです。さあ、今日もゼルダの伝説をやっていきましょう。よろしくお願いします。今日ですけども、これ、最強の武器、七宝のナイフを取りに行きたいと思います。七宝のナイフ、めちゃくちゃ強いんですよね。攻撃力も耐久力もあって、すごく使える。でも、そのうち壊れてしまうんですよね。で、壊れた際に新しく作ることができます。この愛者に話しかけて素材を渡すと、作ることができるんですよね。七宝のナイフはダイヤモンド、そして火打ち石、ゲルドのナイフが必要なんですけども、ゲルドのナイフがなかなか見つからないんですよね。そうで、ゲルドのナイフの入手場所が分かりましたので、今日はそれを取りに行きたいと思います。それでは入手場所ですけども、ここ雷の神殿の内部です。ワープしてきましたらば、後ろを向いて地下に降りていきましょう。地下にはね、敵が何体かいるんですけども、別に戦わなくても大丈夫です。無視していって大丈夫ですね。まずゴーレムがいて、この先にも敵が何体かいます。で、ここ下に降りずにまっすぐ進んでいってください。まあ、とにかく道なりです。道なりにどん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 進んでいきましょう。敵は無視しますね。で、この先にも敵が、あと2体いるかな。で、そこも、全然無視していってください。で、その敵をね、通り過ぎて先に行ったところに、下に落ちる床があります。落ちてください。んで、ここですね。ここをどけたらば、ゲルドのナイフがここにあります。赤い月が出るたびに、ここ復活しますので、何回も取ることができます。結構ね、もったいなくてこれ使ってないっていう人多いかもしれません。もうどんどん使ってください。どんどん使っていって、壊れたらすぐに修復することができるので、もうどん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 、これ強いのでね、使っていきましょう。んーで、さらにこの先にね、もう一個武器があります。それもぜひ、赤い月が出るたびに、取ってほしいところですね。ここです。ちょっとこう敵がいるんだけども、ここをどけてください。どけました。なら中に、これ、ゲルドの両手剣。あれ、ちょっと待って。なんでだ。オッケーオッケー。ゲルドの両手剣があります。このゲルドの両手剣は攻撃力10で、そんなに強くないんだけども、素材の攻撃力が2倍になります。まあ、ただ、壊れやすいです。15回ぐらいかな。15回ぐらい叩くと壊れるんで、まあ、あまり使えるところはないかもしれないんですけども、一応、攻撃力は100を超える、両武器になりますので、ぜひ取ってください。はい。では今日はですね、これ、ゲルドのナイフの入手場所、やってみました。七宝のナイフを作るのにね、絶対必要になるので、赤い月が出たら毎回、ここに取りに来てみてはいかがでしょうか。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。